はいはい、和樹さんとのマッチレースをね、この前何度かやったので、その動画になります。まあ、同じ日に2回と、その次の日にもう1回と、計3本、ありますが、別に日本選手で、まあ、試合やろうぜ、マッチレースやりましょうとか、そういう話ではなかったです。ので、まあ、一応気楽にはやってるというか、チームレースの練習をするつもりだったけど、人が来なくてマッチレースをしてるという、まあ、そういう、まあ、ちょっと暇つぶし的な意味もありつつ、さあね、本当に、和樹さんの動きはね、本当に、タフというか、難しくて。あ、ここでさっきのね、ベア周りじゃなくて、ラフ周りで行けば、もうちょっと、和樹さんに圧をかけれたんじゃないかなと思いますが、ここは特に、接触とか接近はなく、ちょっと離れた位置でスタートしていくことになりました。ここはもう、何もタックせずに、まあ、ついていくだけかなと。多分この1本目は結構退屈な、試合になるんじゃないかなと思います。まあ、その訳は後で分かりますけど、まあ、風がね、まず弱いと。はい。さあ、そろそろ右に向かいたいところですが、今右に向かっても和樹さんに、まあ、これね、ペナルティ食らうとかなりきついかもしれないので、まあ、うっかりね、タックしてベアされないように。まあね、本番というか、リアルセーリングだと、まあ、タックしてる相手に対して、ベアして突っ込み行くのはなしかなと思いますが、まあ、このゲームだとね、最終的にぶつかった時の判定が絶対なのでね、絶対ですので、まあね、気をつけないといけないと。やっぱオーバーセールしましたが、オーバーセールしてもまあ大丈夫だろうという判断で。あと、ここでは、まあ、これパソコンプレイの、ならではの、利点なんですけど、相手の手というか、まあ、自分以外の手をこうクリックしておくと、一回クリックすると、もう一回どっか違うところをクリックしない限り、ずっとその手の低速とあと角度が見れるので、これね、結構便利かなと最近思って、相手の動きを、まあ、めちゃくちゃ手に取るように分かる、ようになるので、僕はこれ結構好きです、最近。相手が芝した瞬間とかにも、低速はもう裏切らない。低速系は、速度系は裏切らないですし、コンパスもね、ちょっと相手が上ってるなとか下ってるなとかも一瞬で分かるようになるので、ちょっとリアルセーリングらしい攻略方法というか、まあ、やり方ではあるんですけども、まあね、まあまあまあ、はい、ここは僕はなんか、まあ日頃からという、日頃からっていうと、なんか普段からマッチレースしてる人になってる、なっちゃうんですけど、まあ、僕はこう、後ろついていくときは、あんまり最初からめちゃくちゃ登ってついていくってことはせずに、まあ途中から後ろをついてって、まあ一発か、まあ二発ぐらいで決めようかなっていうことを考えてますね。で、ここは相手が目の前にいますけど、相手の左側に、頑張っていくんじゃなくて、後ろで様子を見るっていうことをやります、よく。ここは一回左側を取って、まあ、和樹さんの右に行くのが早かった。まあ、ここはまだ全然退屈ではないですね。割と動きがある。ですけど、この後ね、ここ難しいところなんですよね。その風下の後ろ側を追っかけていくときに、まあ、何が難しいかっていうと、相手にブランキかけなきゃいけないので、もっと接近しなきゃいけないんですけど、そのためにラフをすると、まあ、ちょっとね、今みたいに相手に下側に入られる。逆に、まあ、下側もしくはバウ先側に、行かれて、こうやって振り切られてしまうっていう、まあ、そこら辺の
操船の難しさみたいなところがあるのと、で、そしてそう、ここからですね、このマークタッチがね、この場面ではもうアウトというか、致命的ですね。で、これへ、今、ペナルティーからやってる時にタックしなかったのは、まあ減速が大きすぎるからですね。まあなので、タックせずに一回でも、一回左触れてるので、まあ右に出ようと、もうあがいてますけど、悪あがきしてます。これ本当は多分、タック増やした方がいいのかな？わからない。タック、さあ、ここはね、和樹さんが結構甘めにタックしてくれたんで、まあ大丈夫かなとか思いながら、走ってますけど大丈夫ではないですね。ここも相手がピンチングしてるかどうかとかは、コンパス見ればわかるんですけど、おそらくこの角度的に、ベスト VMG ボタン使って走ってるだけなんじゃないかなと思います。僕はたまらず2タックしましたが、これに対しては相手は逃げの判断。だからこれ以上ついていくと逆にブランキかけづらくなってくるんじゃないかなというのと、あともうこれだけ離れていれば大丈夫じゃないかなという判断をしたんだと思いますが、わからない。本当のところはどっかちょっとわからない。さあ、カズはもう一回右に少し入ってから左に入っていきます。まあ、っていうと、となるとどうなんですかね。あ、右に、左にもう一回触れる前に多分、まあ、和樹さんは特に、まあ、紙マークつくんじゃないかなと思うんで、まあ、そうなるとちょっと距離が離れていくのかな。しかしこの後左に振ってきました。さあ、この距離は本当にめちゃくちゃしんどいんですけど、ギリ届く。ギリブランキは届きそう。50、60メートルギリ。0.2ノット差あるので、まあ0.3ノット差、0.4ノット差あるので、なんとかなるかな。ここもね、相手の走ってる角度がわかるので、便利ですね。うっかり相手に逃げられてるみたいなこともなかなかなかったりする。相手とコンパスの数字を合わせながら走るっていう。まあ、それでいいのかわからないですけど、いいのかわからないですけど、まあ0.5ノット差になってきました。風が後ろから吹いてきてるんですかね。風が強くなってきたので、もしかしたら後ろからブローが降りてきてるのかも。さあ、ここは、どんどん相手の風上側に立って、まずは接近することを考えなきゃいけないので、下からラップすることとかよりかは、まず接近、十分接近すること。これ意外とね、前の手ね、結構プレッシャー感じる場面だと思うんですけど、まあ、後ろ側の手はね、追っかけてる側のこの気楽さを生かして、最後のワンチャンスをつかん、ちゃんとね、大事にしなきゃいけないんですけど、これね、左に入る判断じゃなくて、右に入る判断で、正解だったと思うんですけど、ちょっと、間に合わなかったのかな、普通に。遠すぎて間に合わなかったのと、まあ、もっと一回右に出すなら右に出して、相手の大きなラフとかを狙うとか、相手のラフに対する16条とかを狙った方が良かったかなと思いますが、無理に右に行って、まあ、18条取れたかなってタイミング、自分が思ったタイミングですぐジャイブ返してしまったので、まあ、結果的にラップとか、まあ、ルームの獲得とかできておらず、負けました。はい。まあ、1レース目はそんな感じで、これは同じ日の次のもう1本やりましたね。本当に和樹さんとね、マッチレースするだけでも多分ひたすら上手くなれる気がしたんで、特にスタートとかめちゃくちゃ嫌なんで、和樹さんに追っかけられてる時のこのね、しんどさったらないですよ。でもね、そうは言っても和樹さんも人間なので、隙をつけることはあります。ここはうっかり上側に行くと追い出されてしまうので、まあ、十分相手を下にやってからタックとかならいいんですけど、まあしかしながら相手のタイミングがうまかったので、
はい、出遅れてしまいます。ここね、ちょっと緩めに、和樹さんがタックしてくれたんですけども、そうですね、これはまあ、どっかでタックをやめるんじゃないかなと思います。ちょっと揺さぶりかけつつ。で、スターで連続タックをするときは、ベアした状態からベアした状態にどんどんタックする。40度ぐらいでずっと連続で打ったりする方がいいこともあるんで、で、ここら辺で僕多分騙されてタックをしてしまいます。これ、相手が、1タック分得をしたことになるのかな。2タック分かな。うん。まあ、とにかく僕は、タック数増やして、なんかもがいてますね。もう一回右行くのかな。あれ、これ負けるんだっけ？ 覚えてないというか、覚えてはいるんですけど、なかなかピンチです、今回も。あ、でも、まだ大丈夫、まだ大丈夫っていう感じですね。しかし、スタート直後よりは、距離が広がっちゃったかなという見た目をしています。右に大きく振るんですけど、早く返すと和樹さんにタイトカバーされて、もうどうしようもなくなっちゃうので、相手のタックを待っています。ここでタックしたのを見てから、ちゃんとタックが完了したのというかね、を見てから返すと。で、ここは結構角度をつけていいんじゃないかなと。その相手のブランキにちょっと入るかもしれないけど、割とベアしてよくて、多分。どちらかというと、ベアしてもあんまり加速しないので、スターは。距離、走る距離を短くしないといけないかなと思います。さあ、ここは相手70度で走ってるらしくて、まあ、この角度計もね、あんまり なんか正確じゃない時もあるというか、その、まあ、見かけの風に対しても変わったり、あとはね、ベスト VMG のボタンを使うか使わないかでも表示が変わったりするので、はい、まあ、あんまり当てにならない時もあるんですけども、まあ基本的には当てになるかなと。で、ここ和樹さんはね、お情けでペナルティマークに突っ込んでくれたのか、攻めすぎて、マークタッチしたのかわからないんですけども、僕は、はい、まあ、ミスってくれた、ギリギリを攻めた方の説を信じてますけど、これでちゃんと、まあでも、マークタッチなくても多分、振り切られはしなかったんじゃないかなと思います。さて、今ので、まあでも、ちょっとね、チャンスは増えてきたかな、増えたかなって。僕は和樹さんが1個簡単に左側を譲ってくれたので、まあ、しっかりここはペナルティ与えてから逃げると。これね、右のマークも、ね、結構回りたいんですよね。なんで、あんまり、神突破されるのもちょっと嫌いつつ、右に早く出すぎると、はい、まあ、相手に、逆にやられてしまうこともあるので、まあね、これ難しい。これね、和樹さん、まあそうですね、まあ、反対が回られちゃうんですけど、まあ一回ね、これでルーズカバーして、まあ今決着つける必要もないかなと。もしかしたら P マーク回ってもよかったかもしれないんですけど、まあそうしたら多分和樹さんは反対側マーク回ってたと思うんで、しかもそうしたらまあなんだろう、逆に僕がカバーされちゃうっていう可能性すらあるので、あったので、まあ一回高い方のマークでちゃんと回って、まあカバーしていくと。あね、スターはね、上りがちょっと退屈なところではあるというか、まあ、スターじゃなくてそのマッチレースですね。マッチレースはやっぱりどうしても上りは若干、迫力に欠けるところあるかもしれないですけど、まあ、ここはどうするんだっけな、タイトカバ
しましたね。これ一回タイトカバーして逃げ切るのが正解なのか、ちょっとわかんないですけど。まあ、そうですね。あんまりタック数増やしてもなって思って、左に伸ばしてます。で、これ結構レイラインに近づくんですけど、もっと早めに返しても良かったのかもしれないけど、まあそうですね、まあオーバーセールなんで、まあ確実にもうちょっと早めに返した方がいいんですけど、まあこういう時、左から風が来てる時は、まあ相手にね、レイラインの奥に逆に逃げられちゃうっていうのが嫌だったので、逆に自分がレイラインにちゃんと乗せて、下受けをさせるという感じで、逃げ切りを図ってます。このマークタッチせずに、もうちょっとこれ多分小回りできると思うんですけど、はい、ちょっとあれが限界でした、この時は。一回右に逃げてみます。なんでかっていうと、まあ風があるので、風がある方を走っていくと、まあブランケは入るけど、まあ逃げ切れるかもしれないっていう。まあ実際逃げ切れる時もあるので、まあ、後ろから風が落ちていくのを祈りつつ、自分は風の強い、強い風で、逃げると。実際今あんまりリスクがないというか、あるけど、もしかしたら逃げ切れるという。ここはジャイブで相手を振り切ることを考えつつ これ どうですかね。まあ今風が左海面側に降ってるので、どっちかというと、まあてかその左側、右海面の奥の方に突っ込むと、神突破して負けるっていう可能性も出てくるので、それだけ気をつけて、まあ、あとは、まだ0.5の差あるんですけど、あ、もうちょっとでフィニッシュラインなので、頑張って逃げ切りを試みていますね。もうそろそろジャイブするんじゃないかなと思います。この、後ろ、前後に離れている時こそ、神突破に注意しなくちゃいけなくて、非常に神突破されやすいんですよね、後ろに距離が離れてると。なんでそれを嫌って早めに僕は登って相手に判断を迫っていて、ここでちょっと芝を入れることによって、相手の後ろ通るのを阻止しました。これちょっとでも危なかった。もうちょっと大胆に確実なやり方を選んだ方が良かったかもしれないんですけど、はい、まあ、何度か紙一重で接触することができて、キープできました。あれ、下に入られても、まあでも逃げ切れたのかもしれないんですけど、まあ、非常に最後風弱かったんでね、あんまり自信がないというか、まあ、難しい場面でした。これは、日付が変わって、また別の日のマッチレースです。まあこれも、さっき言ったように、チームレースの待機中の練習ですね。あ、ここは神に逃げようとしたのがバレて、ペナルティを食らっています。ここは相手の16条ですね。何の16条だかちょっとわからないんですけど、まあ、12条に対しての16条でしょうか。ちょっとわからない。ここは相手を追い出そうとしたんですが、かわされてしまって逆にピンチ。大和輝さんもちょっとね、おとなしめというか、まあ、下に入ろうとして追い出されるよりは、まあ、上側に出て、まあ、速タックとかの方がいいと踏んだんでしょう。で、ここはちょっと相手を逃がすんですけど、逃がすというか右、はい、反対界面にやって、そのまま、逃がして自分左のフレを期待しているんですけど、まあ、ちょっと左フレが
遠いかなと思いながら、まあ、タックして寄せても、距離は広がらないので、まあ、その左振れが大きいことを祈って、そのまま走ってますね。まあ、追い出されたら追い出されたで、そんなに接近、置いてかれなければいいだけなので、自分が相手を置いていけるチャンスを少しでも取っておこうかなというところで。ちょっと振れがね、遠いですよね。左のブロー見えますかね。左が今、ブロー見えてるんですけど、ちょっと遠い。今、風が、今走ってるところ色薄いと思うんですけど、ここがね、そう、ちょっと薄すぎるというか、まだまだブローが遠いんですよね。ここは前通れたんで、はい、めでたしという感じで。ここは和樹さんのタックもあったんですけど、和樹さんがかなり奥に行くので、たまらず僕が先にタックしてから、まあ、リーバウかな、リーバウタックをしようとしたんですけど、ちょっと甘すぎて、甘すぎて で、これね、タックしようかどうか迷ってるんですよね。タックして13条じゃないや、スタボで、スタボ主張を、しようかどうか迷って、ずっと迷ってるところで、相手がちょっと今ここで寄ってきたところでどうなんだっけ、いつ何するんだっけな。ここら辺でそう、タックしたんですけども、まあ、これ遅いんですよね。これもっと早くやってればもしかしたら、いい展開に持ち込めたんじゃないかなと思いますが、ちょっとタイミング遅すぎたのと、もともとオーバーセールしてるんでね、あんまり痛くないんだと思います、和樹さん側にしては。距離が離れづらいので、結局、まあそんなに差はつかずに、開口。中崎さんは初めから左側を取りに来るタイプなんで、僕も、まあそうやられてきたら、そうやられたら僕も、左に逃げようとします。逃げる側だったらね。相手が結構、右左に舵を触っているのに対して、まあ僕はあんまり触らないようにして、まあここら辺でちょっと鎌をかけたりしてますけど、また芝も使ってるのかな。ここはちょっとね、判断ミスですね。一回しっかり遠くまで離れてから仕切りなし。まあ、ここはどうやっても一回後ろに行かなきゃいけないので、まあ、ただなんかペナルティ食らうのだけはなんか 避けちゃうっていう心理が働きますけども、まあ、もう一回追っかけます。今は風が、左回面の方に振ってるのかな、振ってるので、結構しっかり追わないと逃げ切られちゃうんですよね。多分、右側に逃げ切られてしまう。逃げ切られかけてます。で、ここら辺で反対側を回る判断をするのかな。まあ、追っかけてもよかったんですけど、二カミというか、この、まあそうですね、二カミをもう タイトカバーされずに、走れればいいかなと思って、反対側のマーク回ってみました。まあ全然、風見てなかったんですけど、まあ後で右振れるだろうと。楽観してというか、何も、ない時間が続きますが、さて今は雨が降っています、この収録音中。明日は晴れるかしら。
明日は晴れるみたいですね。明日は、まあ、ね、いろんな大学で新歓があると思いますが、今週末、特に関東は、いい風、いい天気なんじゃないでしょうか。まあ、この動画をさすがに新入生が見てるわけないんですけど、ヨット部、大学でね、なんか、自分を変えたいだとか、新しいことにちょっと熱中してみたいとか、あればね、ヨットいいと思うので、はい。ちょっと、まず試乗会行って、もう海を満喫してほしいですね。特にこう、受験生活、こう大学受験のね、時に結構うちに引きこもりがちだったよとかいう人はね、こう、やっぱ開放的な気分を味わうのもいいと思うので、もう訳もわからず海に行って、なんかよくわからない、ちょっと変わったね、先輩たちに囲まれて話聞いて、ね、ちょっといいなと思ったら、そのまま入部しちゃってくださいね。さあ、最後のダウンウィンドはちょっと、マッチレースに意識を戻しますが、まあ、この距離感は、まあ、さっきよりは大丈夫。さっきの1レース目かな。で、離された時よりは、まあ、問題ないかなとは思い、てか、さっき、ていうかね、その、まあ、昨日の記憶、前日の記憶があったので、まあ、捕まるだろうと。最後次第ですね。低速差もかなり出てきました。まあまあ結局左側取らないと勝ち目はないので、まあ、和樹さんも左側取らせないだろうと思っていたんですが、ここで結構すんなり、なんか和樹さん動かなかったので、そのまま下に入っちゃいましたが、何ですかね、よそ見してたのか、和樹さんにしてはなんかこの日のマッチレースは特になんかちょっと僕接待されてんのかなって思っちゃいましたけど さあ、はい、最後はなんかスルッと終わっちゃいました。あれで神に逃げ切れるっていう判断だったのかもしれないですけど、まあ、こんな感じで、まあたった3本ではね、ちょっと実力は分からないので、はい、またいつかやりましょう。